今年もグランフロント大阪のクリスマスイルミネーションが始まります。今年は世界的チャリティー団体レッドとのコラボレーションもあるということで、テーマはウィンターインレッド。私もこのように赤の衣装でやってきました。そしてこの後点灯式が始まります。グランフロント大阪グランウィッシュクリスマス2017ウィンターインレッドと題して、街全体を華やかなレッドでクリスマスムードを盛り上げる演出をお届けしております。この赤いバラのモチーフを使ったですね、クリスマスツリーがメインになっております。 U2 のレボさんとが主催しておりますエイズ撲滅運動のですね、レッドさんと、提携するということで、これも商業施設としては日本で初めての試みではないかと自負しております。またここから新しい大阪を発信できるよう頑張っていきたいと思います。乾杯のドリンクなんですが、レッドローズブロッサムに合わせて特別協賛いただいておりますキリン様のご提供のパイパーエドシックです。華やかなクリスマスにしようと考えております。本日お集まりの皆さんのご健勝と記念しまして、乾杯でご唱和ください。乾杯。乾杯。岩田代表理事ありがとうございます。そして皆様もご賞味ありがとうございました。空間デザイナー長谷川紀美さんです。どうぞ。今回はですね、まずは赤ですね。赤は愛情を表現してまして、愛情、はい、はい、バラは情熱を表現して、バラ一種類っていうのと、あとは真っ赤で全体を全部真っ赤でクリスマスをやるっていうのはめったにできないので。そうですね、はい、紙なんですね。全部艶やかな紙で作ってあるバラです。この後見ていただく光と音のライティングショーは、この赤いバラがですね、つぼみが開いて満開になって華やぐっていうイメージで演出させていただきました。ほう。岸谷五郎さんです。どうぞ。本日のスペシャルゲスト、岸谷五郎さんです。よろしくお願いします。こんばんは、岸谷五郎です。ありがとうございます。すごいですね。初めて来ました。どうですか、まずこのコンセプトはレッド。はい、まず最初にお伺いしたいのは、岸谷さんにとって赤というのはどういう印象がありますか？もう赤大好きです。あ、そうですか。はい、もう赤といえば岸谷、岸谷といえば赤ぐらいの赤好きです。大きくまとめましたね今。そんなに好きというのは、じゃあいろいろ赤を取り入れたりとか。そうですね、演劇の稽古場でちょっと芝居が煮詰まったりすると、真っ赤な、全身真っ赤なジャージを着てテンション上げて稽古したり。ということはもう、岸谷さんが真っ赤なジャージを着てたら、あ、行き詰まってんなっていうのが分かるということ。スタッフがみんな分かるんですね。ちょっと行き詰まってるなという。でもそれぐらいこう元気をくれる僕にとっても色なので、気持ちいいです。色で彩られたこのクリスマスツリーもご覧になっていかがですか？いや、もうちょっとじっくり見たいですね。今初めて見たんで、ちょっとじっくり見させてもらいます。紙なんですよね。で、一番大きいので 1.5 メートル、バラが73個で彩られているということでございますので、グランフロント大阪グランウィッシュクリスマス2017ウィンターインレッドスタート。クリスマスの気分というのはぐっと高まりましたか？もちろんです。
大好きなんでクリスマス。赤も大好きですもんね。赤も大好きなんで、はい。そんな岸谷さんなんですけども、大阪にはもう本当によく来られてると思うんですが。そうなんです。あの地球ゴージャスというあの演劇のカンパニーがありまして、大阪公演のたびに本当に大阪のお客様に、たくさん来ていただいてお世話になっております。またあの来年も地球ゴージャスの公演で7月に、フェスティバルホールの方に来るので、ぜひ皆さんいらしてください。ありがとうございます。素晴らしい。それでは改めて大きな拍手を送りください。スペシャルゲスト岸谷五郎さんでした。さあ、素敵なゲストと本当に素敵なお話をたくさんいただきまして、ありがとうございました。梅北広場のクリスマスイルミネーションが今点灯されました。木々もとっても輝いています。美しいです。そして大階段の方もイルミネーションライトアップがされていまして、2017そしてハートマークがくっきりと浮かび上がっています。ギフトボックスをモチーフにしたレッドハートプレゼントというオブジェもありまして、恋人たちや友達同士などのフォトスポットにもなりそうです。クリスマスムード一色になったグランフロント大阪、ナレッジプラザ1階にあるクリスマスツリーも本当に美しかったです。大輪のバラが咲き乱れ、そして私の心にもポッと明かりが灯るような、そんな幸せな温かい気持ちになりました。皆さんも温かいクリスマスをお過ごしください。